はい、皆さんこんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。鈴木です。まあ連日というかずっとここでため撮りをしてるんですけど、もう先ほど30分前ぐらいと比べてですね、わかるかな、ちょっと太陽にですね、雨雲がちょっとかぶってだいぶ目を開けられる状況になりました。もうさっき30分ぐらい前までもう眩しすぎて全然目開けられなかったんですけど、今でもこうやっちゃいますけど、まあでも落ち着いて喋れるかなと思います。で、今回飛行機がちょうど飛んできた。見えるかな？飛んでますね。映すの難しい。まあこんな感じで、まあ小さい島に宮古空港っていうところと、下地島空港っていうのがあって、宮古空港の方には全日空が主に離発着してますね。で、下地島空港の方はジェットスターとスカイマークが多いのかな。まあ宮古空港の方、古いんですよ。なので全日空アナと JAL は宮古空港ですね。で、LCC は、下地島かな。もともと、全日空の訓練場があったのかな。飛行訓練場。で、そこを改装して、下地島空港として改装オープンしたと。17エンドは下地島です。まあ、それ置いといて、ちょっとバッテリー持ちながら、ね、ちょっと重いので、ついこうなっちゃうかもしれませんけど、ご容赦ください。まあ、何の話をしたか、しっかり忘れちゃいましたけど、まあ、いっか。じゃあ、新たにちょっと話題を切り替えてですね、数分前まで喋ろうと思ってたこと、多分これだと思うんですけど、その、まあ、主に技術職の話で、で、僕の得手不得手のところをお伝えしようと思いますね。で、僕は、苦手なこと、得意なことを自分なりに分かってるつもりです。で、いろんなタイプもいるっていうことを言いました。で、その話の細かい話題の一つとして、その、技術に明るい、いわゆる実装が得意だっていうことと、その実際に実装したことが利益に結びつくかどうか、まあ、クライアント側だったら設備投資、結びつくかどうかってやっぱり能力として全く別なんですよ。具体的な話ですね。まあこれ自体は機械学習の基本的なデータサイエンスでの概要のところでもお伝えしたんですけど、じゃあどう具体的に違う能力なのかっていうのをちょっとお伝えしたいと思ったんですね。で、結論から言うと僕は実装は未だに遅いです。まあ時間は割いてるんですけどね、あのアルゴリズムなんかを実装するのはやっぱり苦手だなと。いや、その、勉強してないわけじゃないんですけどね。その、なかなか頭に入ってこないなとか思ったりするんですよね。それに対して、これ多分こういうデータを使えば、こういう分析をすれば、こういう利益結びつくだろうなとか、そういうことは、割と、すんなり思い浮かぶし、で、大体思ったようにうまくいくんですよね。で、なんでそういうことが起きるのかっていうのは、まあもちろんその人間得手不得手があるって一般論でもあるんですけど、で、まあ大体わかるじゃないですか。まあ、数学むちゃくちゃできるやつって大体変人が多いだとか、これは学習指導してる頃からずっと言ってますよね。で、逆にそのビジネスの課題として、まあ最近よく取り上げ話題として DX とかあったりするわけですけど、じゃあそのお客さんにとって何が必要なのか、あるいはその何が大事なことなのかっていうのは、やっぱ相手のことをよく理解しないとダメですよね。で、理解するっていうのは字面通りに汲み取るとか、理屈で論、その体系立てて整理すればそれで OK とか、そういう次元の話ではなくてすいません、やっぱり相手がその背負ってるものとか、あれはなかなか言い出しにくいんだけど、実はっていうことが往々にしてあるわけですよ。で、それをちゃんとその相手が言い出しにくいことでも、あるいはその気を使ってくれてることでも、ちゃんと引き出してあげなきゃいけない。
そういう難しさがあるわけです。で、特にやっぱり、まあ僕は金融専攻ですけど、金融って金融危機の時っていつもそうです。まあそれは構造上そうなんですけども、どこかで例えば経営破綻とかしますよね。あの事業が破綻しました、債務デフォルト、不履行、不渡りが出ました。そうすると連鎖反応的に信用収縮が起こります。なぜかというと経済活動っていうのは全部つながってるからですね。で、景気循環もそうです。在庫が増えてきて買う人が減ってきたなっていう時は、今度生産の水準をだんだん低下させていくんですね。それが景気後退局面にとしてだんだん現れてくるんですけど、で在庫がだいたい減ってきたなと思ったら徐々に増やして、これが景気のそのなんだ回復局面になるんですけど、そうやってですね、全ての経済活動って関係性の上に成り立っているということなんです。で、関係性の上に成り立っているっていうことは、自分自身が、これ自然科学、特に数学とか物理なんかそうですけど、自分自身が隔離した状況で、とにかく論理体系を自分がしっかり持っていれば、それであらゆるところに通用するんだ、みんな幸せになるんだっていう、そういうことを言えるような世界ではなくて、まあ、やっぱりその、相手がこういう状況下に置かれているから、じゃあ今はこういうふうにしなければならないっていう、もう状況判断が最終的にはというか前提がもう全てなんですね。なので、例えばですよ、実は、クライアントが、顧客がですね、依頼を受けた顧客が、実はすごい追い込まれているけど、まあ特に客商売してるところなんかそうです。開業したての開業員なんかそうですけど、整形外科医とか、例えばですね、今開業しようとすると、やっぱり器具とか先端のものを揃えなきゃいけない。3億から5億円ぐらい借金しなきゃいけないって言われてるんですよ。で、それをその1代目の開業員の方は、一生懸命返していくわけですけどね。で、それを、悟られずして、まあましてや、その開業医って地場産業ですから、まあ地元の住民の皆さんにですね、やっぱりにこやかに振る舞っていたり、いや、うちはしんどいんですと言えないわけですよ。で、そういう辛さを一緒に背負ってあげる。察してあげる。こういうことが重要だったりするわけです。もちろんそんなこと表だって言わないですよ。借金いくらありますとか。いや、別に後ろめたくはないけども、やっぱり辛いものは辛いですよ。皆さん考えてみてください。例えば自分が20歳、まあ20歳じゃなくて、じゃあ30歳、40歳ぐらいでもいいです。その時に開業しました。で、お医者さんといっても、まあ年収多くても、まあ、せいぜいいいとこ3000万ぐらいじゃないですか。その状況で、借金を5億とかしました。それ返していかないといけない。もちろん生活費ともありますよ。で、所得が3000あったとしても、半分ぐらいは、税金で持っていかれたりしますから、所得っていうか、まあ税引きがないのっていうことですね。いや、そんなもん返すの死の思いですよ。今、例え話として話してますけど、そういう状況があったときに、じゃあ、いや、うちは借金がたくさんあるんで、数十年かけて返さなきゃいけないですっていう状況でですね、患者さんに、そういう表情で患者さんに当たったりとか、あるいは融資元の銀行とかですね、あるいは、まあ僕の立場だとデータサイエンティストですから、これが例えばですね、金融業界のデータサイエンティストだと、予診審査のリスク算定とかしたりするわけですよ。要するに、お金にこんぐらいだったら貸してもいいかなっていうね。それに対してしんどいですみたいな顔したら貸してくんないわけですよね、そういうわけで。でも、そういうことをちゃんと察してあげた上で、それを汲み取った上でもベストを尽くしてあげるっていう、あげるっていうか、最善のことをできるかさせていただきますよっていう姿勢を相手に伝わるように、誠実で長期持続的な関係を維持できるような、やっぱお仕事のさせていただき方をしないと、やっぱりお客さんとしても不安で仕方がないですよね。繰り返しますよ。これ言葉で言いませんよ。それがその経済活動っていうそういうものなんですよ、原則的に。でも今の話言う通り、いや、これ数学的にはこういう厳密に正しいからとか、機械学習のディープラーニングモデルはこれは正しいからこれでいいんだ、いけ、みたいな。飲めないですよね、そのお客さんは。で、あれ、理屈ではその正しいと分かっていても、これ DX 全体がそうですけど、受け入れられないですよね、そういう、相手の心理を汲み取れない状況で、こっちがどんなにいいって言ったとしても。で、あるいはそのどんなにいいモデルを作ったとしても、そのお客さんの受け入れる体制が整ってない状態で見せたとしても、まあ無理ですよね。まあ当然ながらイノベーションっていうのは起きない。
こういう関係の難しさが、まあいわゆる、自分が生み出したモデルとかアルゴリズムっていうものがちゃんと事業上のその収益に結びつくかっていうことと直結しているんだって話なんです。で、まあ僕の強みというかそっちを今、前面に押し出しましたけど、もちろんそのアルゴリズムの実装が早いとか、そもそも独創的なのを生み出す能力っていうのも、すごい競争力だと思います。で、得てしてそういうものって、どっちかというともう自社のプロダクト開発をしていて、もううなるほど金があるのが、ね、Amazon とかね、Google とかそういうところ、日本にはそういう企業多分ないだろうな、そうそう。ないと思います。で、そういう GAFA みたいな企業だったら、まあありかもしれない。でも GAFA というのも、例えばですよ、もうな、数年前からずっと言われてますけど、まあ、財閥解体のようなことが米司法省から睨まれてもう秒読み状態になってたりする。あのお取り潰しとかないかもしれないですけど、財閥解体は十分ありると思います。要は部門ごとに切り分けて、他の企業が例えばですよ、 Amazon プライムが Netflix と、Netflix が Amazon プライムとちゃんと、公平な競争ができるようにということで Amazon 本体から Amazon プライムを切り離すとかね、そういう動きが少なくとも財務上切り離すということが司法省から命令として出るっていうのも時間の問題とかね、そういうことは言われたりするわけですよ。なので、絶対にとかそういうことはありえない世界なわけですけど、まあそういう生かし方はあるかもしれない。まあ、なのでその人によって、立場状況によって何をどう生かすかっていうのは違うっていうのは、まあ、もちろんいろんな切り口があるんですけど、例えばこの前お付き合いがある割と名の知れたデータサイエンティストの方がいらっしゃるんですけど、まあ、アベマ TV の一人目のデータサイエンティストの方なんですけどね、まあ、今はそこにいないんですけど、いや新卒とかの学生なんかを取ったりすると、例えば DNA なんかだとゲームの分析とか、あるいは、今、ベイスターズ持ってるじゃないですか、DNA。まあ、プロ野球の、その、実証とか、何かしら関連するビジネスの予測とかしたがるんだけど、さあ、ねえっていう話をして、まあ、わかります。わかります。僕が学生だとそう思うと思います。どういうことかっていうと、やっぱり目につきやすいし、まあ、その、例えばね、その、小さい頃はプロ野球選手になりたいと思っていた子はたくさん世の中男の子にいるわけで、そういう夢描いていた時期がある子でデータサイエンティストとして働きたいという子だったら、まあそれはそういう発想するでしょう。でもある程度そのまあ株式市場もそうですし、いろんなビジネスをそれなりに見てくると、いやプロ野球ビジネスってお金になんないなとか、いやゲーム産業って言っても DNA のもう全盛期もうとっくの昔に終わってるしなとか、そういうことが分かってくるわけですよね。でやっぱりその例えば僕みたいな、さっき言った通りビジネスに利益をもたらす力の方が秀でてる、相対的にですよ、アルゴリズム実装なんかよりはっていう人間がそういうところ行っちゃうと、まあ何も良さ生かせないですよね。まあそういう話になってくるわけですよ。まあアルゴリズムの実装は得意だとしてもそこ行ってもきついと思うけど、まあそういう話があったりするわけですよね。で、まあ最終的な一般論になってしまうんですけど、自分の生かす道っていうのは、まあ個別具体的にケーススタディで、どういうことが向いてるかな、向いてるかなというよりは。少なくとも企業で働く、まあ、今お金が多く集まってる場所ってやっぱり大学じゃなくて企業ですから、企業に関わるっていうことはやっぱりビジネスのことを考えなきゃいけない、その事業が見通し立つんだろうか、本当に大丈夫だろうかっていうのを考えるわけですよね。でその時に今みたいな視点とか、あるいはその抜け落ちてたり、まあ、アルゴリズム一直線でもいいですけど、例えば日本だと PFN とかね、 Google 二択ぐらいかもしれない。でもちろんその技術的にはいわゆる優れてるけども、でも利益が出ない企業はもう山ほどありますから、日本で。
だそういうとこ行っちゃうともう生かしようがないっていうこういうことになっちゃいますから、まあちょっと気をつけてほしいなというように思いましたね。まず気をつけろって言ったって何をどう調べればいいんだっていうのは、まあ一般的な企業分析もあるんですけど、僕のおすすめとしてはそればっかり見てるのこれこれで問題なんですけど、やっぱり学生の頃から株式相場を市況情報とかを眺めていたりとか、あこの企業決算良かったなとか、そういうところがまずは一番重要な情報かなって。あとは FRB 日銀、米財務省、そのあたりの動きを日頃からそれなりに追ってると見えてくることが本当にたくさんあるので、そういうところかなと。まあ株式市場って言ったらやっぱりナスダック見てほしいですね。あれやアメリカニューヨークダウとかね、その辺を見るのがまずはありかなというふうに思っています。ちょっとすいません、画面傾いたりしちゃってるんです、こんな感じで。バッテリーを持ちながらだから、ちょっと平行感覚が、あと重いので、ずれちゃってますが、まあこんな感じのことを、ちょっとお伝えしたいなというふうに思いました。あそこで、ヨットやってる人いますね。ヨットも楽しそうですね、なんか。風が結構あるから、ちっちゃいヨットでも動きますよね。では最後になりますが、よろしくチャンネル登録および高評価の方お願いできれば幸いです。では今回この辺で、バイバイ。